うん、似てるよな、色。ほんなら行ってみような。はい、どうも、こんばんは。勝村工務店でございます。皆さんですね、どうでしょう。持ち家でしょうか、それとも、賃貸でしょうか。まあまあ、ぶっちゃけ、どっちでもよかったんだけどさ、ちゃんと部屋、綺麗に使われてますでしょうか。まあ、賃貸とかだとですね、出るとき、あまりにもなんか色々あったらね、そこら辺、修理代とかね、必要になってくるんですけども、まあ、見えてねえな。はい、まあこちらの方にですね、まあ T シャツがね、あるんですけども、T シャツじゃねえよ。タンクトップだよ。タンクトップがあるんですけども、はい、こちらですね、画鋲で留めております。で、これどうなのと、針の穴ぐらいだからわかんないだろうと、じゃあ撮ってみましょう。せーの、ぽい。いやー、バッチリのチリチリでねー、わかります。普通にわかります、これ。ほんでね、まあ、この家出るときとかになるとね、なんか言われる可能性がある。というわけで本日は、てれん。はい、こちらですね、かなり有名どこなんですけども、穴埋め職人。こんな感じでですね、ホワイト、ライトアイボリー、アイボリーと3色がございまして、これを穴に埋めるだけで、わからなくなるらしい。近いか。では早速試してみましょう。んだよね、ちょうどいいところに2箇所あったので、こちらで試してみたいと思います。まあ、色的にはライトアイボリーかな、ここはな。うん、似てるよな、色。ほんなら行ってみような。これをな、押せば出てくるか。これどうなってる。くに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 。あ、蓋があるわ、これ。ポコ。さあ、ではこうやってピンポイントにね、なんか入れるような感じかな。チュブッとね。どうどう、あれ、あとはだな、ちょびっとはみ出てる分があるから、ここら辺をね。あ、ほぼわかんねえくなったぞ。ほら、何、こんな張り合いじゃダメだって。わかったよ、ジャリン。もっと大きなのを開けてやる。行くぞ。せーの、ズバ、ズバ。どうだ、さっきのものに比べると相当大きくなったな。大丈夫か、こんな穴開けても大丈夫か、お前。おめえ、なんか言われたら、修理代しっかり出せよ。あと、大家さん、見てないでくれ。では、こちらの方もですね、この子で、修理していきたいと思います。多分奥の方に、ジュバッと入れるような感じかな。あとはこれでちょっとなじまされば、はい、こんな感じでございます。いけたね。はい、とはこんな感じだったんですけども、いかがだったでしょうか。まあね、今の最大かな。うん、あまりにもね、1センチ角とか大きくなってくるとね、まだ前別の動画ね、なんか やったことあるんだよ。それでやった方がいいけども、今みたいなね、2ミリとか3ミリ以下であればですね、こういうので修理ができるかもしれません。まあ、こちらですね、まあ、全国のホームセンターとかはね、まあ、超メジャーどこだからね。うん。まあ、他にね、Amazon、下の概要欄にも貼り付けておきますので、もしよかったらこれ見てみてください。以上、穴埋め職人での修理編でございました。